アイルランド内戦、アイルランド内戦、アイルランド内戦は九百二十一年十二月六日に締結された AI 条約とアイルランド自由国の建国をめぐってアイルランドで行われた内戦。アイルランド自由国はアイルランド共和国の前身である。反対者たちはアイルランド自由国がイギリス領内の自治国ドミニオンに止まっていること、そして北アイルランド独州が 自由国に含まれていないことに反発していた。この内戦による犠牲者はアイルランド独立戦争の、それを上回っている。内戦で取り上げられた問題は、今日の北アイルランド問題の根幹を成しており、その傷はアイルランドの政治にも大きな影響を与えることになった。AI 条約は、アイルランドの分離独立派、アイルランド共和国、 暫定政府として活動したと、イギリス政府の間で発生したアイルランド独立、戦争の講和条約として締結された。この条約により、アイルランドには、実地が認められ、アイルランド島のほぼ全域を統治し、アイルランド警察等を設立することになった。しかし多くのアイルランド民族主義者が望んだ、共和国建国は行われず、イギリス国王を原始とするイギリス帝国の参加に、 止まることになった。さらに条約では、新たに設けられるアイルランド議会、ウラクタスの議員は自由国憲法及びイギリス国王に忠誠を誓うこととされていた。自由国は西部、南部アイルランドの26州で構成され、アルスターの6州は北アイルランドとしてイギリス統治下に残された。いくつかの港はイギリス海軍の管理が続くことになった。 これらの内容にもかかわらず、条約を締結した独立戦争のアイルランド側、指導者、マイケル・コリンズは、この条約について、すべての国々が望む、最終的な自由ではないが、それを実現する、可能性が与えられたと述べている。後に、コリンズの性的によってこの言葉は証明され、自由国は、アイルランド共和国となり、イギリスからの完全独立を達成している。しかし、 1922年当時には多くの繁栄活動家が条約を認めてはイギリスからの独立は永久に訪れないと考えていた。条約をめぐる対立には指導者たちの個人的な関係も絡んでいた。条約の賛成派、反対派を問わず指導者の多くがアイルランド独立戦争の参加者であり親密な友人である場合も多かった。マイケル・コリンズは自身が 条約締結に関するイギリスとの交渉役に任命されたのは、エーモン・でバレラとの個人的な陰婚が原因であると考えいた。そのため、デバレラが条約を拒否すると、コリンズはイギリス政府のロイド・ジョージとウィンストン・チャーチルとの交渉に乗り出すことになる。ドイル・エアラン、アイルランド議会は1921年12月、過労じて AI 条約を批准した。 条約の批准に際してでバレラはアイルランド暫定政権の代表を辞任し、議会外で反条約を掲げるシンフェイン党を統率した。彼は議会の正当性を攻撃し、議員たちはアイルランドへの忠誠義務に違反していると訴えた。マイケル・コリンズとアーサー・グリフィスにより引き入られていた政府は条約に従ってアイルランド自由国を建国し、 独立戦争を戦ったアイルランド共和軍、IRA に代わると、警察の律を行った。AI 条約の賛同者側は、条約賛成派、国軍、自由国であり、それに対して反対者側は、条約反対派、不正規軍、共和国であった。IRA は1916年のイースター放棄の際に建国宣言が行われた、アイルランド共和国の正当性を主張し、 自由国建国という妥協を行った者たちを裏切り者であるとみなしていた。デバレラも義勇兵として IRA に参加し、リーアム・リンチらが指導者となった。1922年4月、ロリー・オコナー率いる反条約派がダブリンのフォーコーツを占領し、ダブリン市内の緊張が高まった。条約反対派はイギリス軍との先端を再び開けば、 アイルランドの民族主義者たちが一つになれると予想していた。しかし自由国の建国を決断し、困難な状況下でアイルランドの自治を進めていこうと試みていた。条約賛成派の指導者たちにとって彼らの行動は反乱に他ならなかった。マイケル・コリンズは方向ツを占拠するグループに対し、その場を立ち去るように説得したが、オコナーらはこれを拒否。コリンズは 方向津の砲撃を決断した。この決定の陰には、イギリスによるアイルランド再占領の可能性を恐れていたコリンズの思惑があったとされる。方向津をめぐる争いは、イギリス軍の撤退に伴い国中で発生していた騒乱の一つに過ぎなかったが、結果的に内戦の開幕を告げる転換点となった。イギリス軍から提供された火砲を用いて、 自由国軍の砲撃が開始されると消火器しか持たない反条約派は数日間の抵抗の末に降伏した。この事件による混乱をついてアイルランド公文書館が爆破され千年もの歴史を持つアイルランド関連文書や宗教文書が灰となった。数名の反条約派指導者たちアーニー・オマリーはかろうじて包囲を突破し闘争を継続した。争いは 激しさを増し、7月5日には、反条約派の IRA が、ダブリンのコンネル通りを占領し、その後1週間にわたり通りをめぐって、争いが継続した。この期間における犠牲者には、共和国派の指導者、カハルブル派が含まれている。ダブリンをめぐる戦いが収束すると、自由国政府は、首都の支配権を掌握し、反条約派は、ダブリンを離れ、 アイルランド中に広がっていった。内戦が開始されると、IRA は2敗に分裂した。反条約派は IRA からより大きな支援を得たが、IRA には指揮系統、戦略、そして武器が欠けていた。彼らは防御的なスタンスを取らざるを得なかった。イギリス軍から、下方、飛行機、装甲車、機関銃、消火器、弾薬などを提供されていたわ。 非正規軍に対し圧倒的な優位にあった。内戦が終結する頃には兵士数は5万5千人を数えていた。コリンズ配下の指揮官はダブリンにおける IRA 支部の条約賛成派から選抜されており、もしくは十二使徒と呼ばれた暗殺専門の組織さえ存在した。内戦中に行われた残酷な行為の一部はこのグループによるものであった。 自由国軍将校の多くは IRA の出身であったが、末端の兵士は第一次世界大戦をイギリス軍兵士として戦った機関兵たちであった。ダブリンが自由国軍の手に落ちると、戦闘はアイルランド中に拡大し、コーク、リムリック、ウォーターォードなどの都市が反条約派により占領され、マンスター共和国の建国が宣言された。しかし、反条約派は、 正規戦を戦える装備を有しておらず、イギリス軍からの装備の提供を受けていた自由国軍は、それらの都市を簡単に奪取した。8月10日、マンスター共和国の最後の砦であったコークは自由国軍により占領され、反乱側の指導者たちは独立戦争時の戦友により処刑された。自由国軍により主要都市が掌握されると、内戦は、 暗殺を中心にしたネリラ戦へと変貌していった。同年8月には国防省を務めていたマイケル・コリンズが反条約派によって自宅付近で殺された。ドイルエアラン議長を務めていたアーサー・グリフィスも心臓発作により急死し、自由国政府は WT コスグレーブと自由国軍の指揮官らにより指導されることになった。内戦の後半は 都市におけるテロと郊外でのゲリラ戦が中心となった。反条約派は、ショーン・ヘイルズなどの対立するドイル議員を暗殺した。その返答として政府は、これ以上の不法行為が続けば、獄中の IRA メンバーを射殺すると発表した。結果として4人の重要人物、ローリー・オコナー、リーアム・メローズと、他2名が、アイルランドの4地域の代表として殺害された。 戦後になって、この内戦中に、政府は77名の逮捕者を不法に殺害した、ことが明らかとなっている。それに加え、自由国軍は、激戦が続いた、ケリー州を中心に、捕虜の処刑を行っていた。最も陰算な例では、バリーシディにおいて9人の捕虜が、地雷に固定され、爆死しなかった者に、機関銃を浴びせたとされている。反条約派は、 民衆の支援を得られず、ゲリラ戦を散発的に行うことしかできなかった。内戦直後に行われた1923年総選挙でも、反条約派にはわずかな支持しか集まっていない。アイルランド社会に大きな影響力を持つカトリック教会も自由国政府を支持し、反条約派に属する兵士に対する秘籍の需要を拒否している。 反条約派の敗戦が確実になると、デバレラは、休戦を求め、1923年5月に、ゲリラに対して、武器を捨てるように呼びかけた。反条約派の強硬派であった、リーアムリンチが、ウォーターフォード州のクミールダウンでの戦闘で死亡し、より現実主義的なの影響力が強まったことも、戦闘の中止を促進した。その後数週間でデバレラを含む、数千人の、 反条約派メンバーが逮捕され、内戦は一様の終結を見た。内戦の原因は AI 条約にあったものの、戦闘の大義を欲していた反条約派は、古くからの伝統的共和主義者の訴え、貧しい民衆たちを施行するようになった。地主の大部分を占める王党派、ロイヤリストへの攻撃が行われ、彼らの土地の多くは貧しい小作能により占拠された。 攻撃は地主に対してだけでなく、貧しい植民者にも向かった。多くのロイヤリストが自由国政府軍を支持し、アイルランドでの影響力を保持しようと活動するイギリス軍の支援を行うものさえ存在した。このような行動により、戦後、ロイヤリストの立場は悪化することになる。内戦は比較的短期間で終了したが、犠牲者はマイケル・コリンズをはじめとして多数に及んだ。 条約賛成派、反対派の双方が生産な事件を引き起こした。反条約派は、幾人ものドイル議員を殺害し、その住居であるという理由から、ムーアホールをはじめとする多くの貴重な建物を破壊した。自由国政府側は合法的、反合法的に多くの逮捕者を処刑した。自由国政府側の公式の犠牲者は800名で、あるが、実際には4000名にも及ぶとみられる。 アイルランドの経済は内戦により大きな打撃を受けた。内戦終結時に収監されていた1万2000人にも及ぶ逮捕者の大多数は1924年まで解放されなかった。これらの事実にもかかわらずアイルランド内戦の犠牲者は他国の内戦に比べて少なかったとする見方もある。犠牲者数はロシア内戦、スペイン内戦に比べて格段に小さかった。 さらに新たに創設されたアイルランド警察が内戦に参加しなかったことは戦後の内政の安定に寄与した。1926年、あくまで闘争の継続を望む反条約派の説得に失敗したデバレラは国政に復帰しフィアナフォイル共和党を設立した。多くの内戦がそうであるようにアイルランド内戦も後のアイルランドの政治に多大な影響を与えた。 今日の国会、ウラクタスにおける二大政党、フィアナ・フォイルとフィナ・ゲール統一アイルランド党は、それぞれ条約の反対派と賛成派が1922年に結成した政党である。1970年代に至るまで、主要な政治家のほぼ全員が内戦への参加者であった。ため、政党間の対立には暗い影が伴った。内戦参加者を挙げると、フィアナ・フォイルでは、英文でバレラ。 フランク・エイケン、トッド・アンドリュース、ショーン・ディー・マスなど、フィナ・ゲールには、W.T. コスグレーブ、ケビン・オイギンスなどがいる。1930年にフィアナ・フォイルが政権を握ると、IRA と、親自由国のブルーシャツ、ザ・ブルーシャーツとの間で内戦の再発が懸念された。IRA は、政治方針をめぐって、分裂を繰り返し、 そのうちの一派は1980年代に入っても1916年のイースター法規で設立が宣言されたアイルランド共和国暫定政府の正当性と1921年の条約の不当性主張している。マイケル・マクダウェルなど一部の政治家がこれに同調しており、IRA 暫定派への支持が今でも絶えないことを裏付けている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。